2018年6月11日0時、江口洋介と鈴木京香が大人の掛け合いを披露する、本麒麟、新 CM、鈴木京香。天麒麟ビール、本麒麟、の新 CM、手紙1億本突破、天と、鈴木京香、天が、6月11日より順次オンエア。同商品は、爽やかで上質な苦味が特徴のドイツ産ホップを、一部使用し、長期低温熟成で丁寧に仕上げた新商品。アルコール度数は少し高めの 6% で、力強いコク。と飲み応え、のある美味しさを実現している。3月13日の発売からわずか3ヶ月で出荷本数1億本を突破。手紙1億本突破、県では、前回の CM の続編と指摘。瓶ビールの開発員から江口に手紙が読み上げられる。今日はちょっと嬉しいお知らせです、という言葉とともに差し。出されたくす玉を開けると、祝い1億本、の文字が登場。驚く江口に、うまさと国への驚きが、延べ1億回生まれたことになります。1億1回目は江口さんに、と読み上げる開発員に対し、江口は、1億、1本目って本当、と疑いつつも同商品を味わう、という内容。鈴木京香、編では、昔からの友人である江口と鈴木に、よる、同商品を中心とした大人の掛け合いを書く。私ね、もう美味しいものしか飲みたくないの、といたずら。ほく口にする鈴木に対し、江口が同商品をグラスに注ぐ。口にした鈴木は、想像以上のうまさに思わず、ほんと、に美味しい、と驚く、という内容となっている。他テレビジョン。